2022年6月4日土曜日、埼玉県日高市にある西武鉄道の武蔵ヶ丘車両研修場で、西武電車フェスタ2022員武蔵ヶ丘車両研修場が開催されました。今年度も、新型コロナウイルス感染防止対策として事前申し込み制となりました。今年は、西武鉄道創立110周年、鉄道開業150周年を迎えました。 さらに、6000系がデビュー30周年を迎え、6000系を使用したツアー臨時列車を西武新宿駅と池袋駅から運転、池袋駅発の6001編成にはデビュー30周年を記念したヘッドマークが掲げられました。このヘッドマークは当面の間掲出され、使用列車は西武鉄道アプリの列車位置情報で確認ができます。会場では、 仮台車を履いた車両展示や恒例のトラバーサー乗車体験のほかに、トラバーサーでの車両の入れ替え、作業や車輪に台車をかぶせる作業、車輪の回転試験などの実演が行われました。また、研修場の係員制作の4万系モックアップ、LED 表示器の修理方法、車輪の保守作業など、普段見ることができない実演、展示が行われました。他にも、 お子様制服撮影会、ミニ電車の運転や、鉄道グッズや記念乗車券の販売などがあり、会場は賑わいました。